する。貫き通すは我が志。貫き通すは我が心。真田は生きる。どのような手を使おうと。貫き通すは我が信念。貫き通すは我が信念。父上の仰せの通り上杉攻めとなりましたが、どのように攻めるおつもりですか。景勝は御盾の乱で勝利したとはいえ、未だ家臣たちの心をつかみきれてはおらぬ。つまり調略で切り崩すと。そうだ、まずは上杉に仕えたばかりの春日信達を口説き落とす。死者となる者が単身で乗り込む。他の者は見つからぬよう国境沿いで待機だ。何故小太郎殿が我らと共に。王城が援軍としてよこしてくださったのだ。体のいい見張りだな。よろしく。王城が動いているとの知らせがあった。私自ら巡察するといたそうだ。辺りを警戒しているようですが、金粒には近づかないように進みましょう。敗北条件変更。貴様、ここで何をしておる。さては何か企んでいるな。協力がならぬとあれば引くしかない。父上の仰せの通り上杉攻めとなりましたが、どのように攻めるおつもりですか。景勝は御盾の乱で勝利したとはいえ、未だ家臣たちの心をつかみきれてはおらぬ。つまり調略で切り崩すと。そうだ、まずは上杉に仕えたばかりの春日信達を口説き落とす。死者となる者が単身で乗り込む。他の者は見つからぬよう国境沿いで待機だ。北条が動いているとの知らせがあった。私自ら巡察するといたそう。辺りを警戒しているようですが、金粒には近づかないように進みましょう。敗北条件変更。急げ。金継ぐ殿に見つからぬよう、その先の門番を倒して進まねばなりません。急げ。信達殿といえば、武田の重臣高坂正信様のお子だったはず。さようですな。武田亡き後上杉家に仕えた。開門。北条の手の者が何用じゃ。何、真田からの書状を持ってきたと。元武田の家臣が上杉に従っていても良いことはないと。
確かに上杉は武田の旧敵、ここにいては重んじられることはあるまい。開門！信達の調略頂上である。次の標的は柴田城の柴田茂家。この近くで怪しいものを見かけたという噂だ。開門！金継ぐに見つからぬよう敵将を倒して先に進まねばなりませんぞ。柴田城まではいささか距離がございますぞ。急ぎましょう。今かけよ、時が惜しい。私の取り越し苦労か。影勝様のご恩を忘れ裏切るとは、春日信達許せぬ。平門！私の取り越し苦労か。柴田重家殿といえば越後の優勝ですね。そうだ、大盾の乱で影活動にお味方したが、王将が少なく不満を持っているとも聞く。急げ。貴様ここで何をしておる。さては何か企ん。王城が動いているとの知らせがあった。私自ら巡殺するといたそう。金継ぐは馬で移動しているようですな。見つからぬようお気をつけくだされ。暗闇が怖いか。真田昌幸殿からの書状だと。おたての乱の功績に恩賞少ない、上杉景勝頼むに足らずかと。それは常々わしも不満に思ってあった。よかろう、上杉と決別いたそう。春日に続き柴田まで寝返りとは、よしやぬ者どもめ。家中の動揺見逃しがたい。不安に駆られた者たちが同士討ちを始めるとも限りません。皆を撤退させよ。真田はわしが討つ。本体を前に出させよ。謀略を働いていたのは貴様か。本体と合流する前に叩いてくれる。我こそは真田昌幸が次男幸村、直江兼次殿、一手を終えて願いたい。気持ちのいい名乗りだ。まっすぐな槍に応えろ。良き武者よ、参れ。何たる気迫、押してまいります。
柴田重栄殿といえば越後の優勝ですね。そうだ、大盾の乱で影勝殿にお味方したが、王将が少なく不満を持っていると聞く。お前の愛確かに見届けた。せっかく寝返らせた海津城だ、無残と落とさせるのは惜しい。上杉は追い返した。北条もこれ以上は望むまい。ならば次は胸こそ混沌。次の相手は徳川ですか。徳川家臣をまともに相手するでないぞ、雪村。家康のためなら命を顧みぬアホばかりだ。お言葉ですが、物の譜として城が欲しいな。は？我らが寄って立つべき城、真田の里は小さすぎるし、沼田でも物足りぬ。上田のあたりで城を築けるといいのだが。その城で我らは何と戦うのですか。さてな。貫き通すは我が信念。みんなの力になりたい。援軍進撃。家康を討ち、海を我らの手に。承知いたした。正面から打ち崩してご覧に入れましょう。策もなく力攻めなく、およそ父上らしからぬやり方。数を揃えただけでは三河武士は浜面。お城の本陣へ向けて突撃せよ。
ねば。真田の戦、これに見よ。味方が襲われてるの、助けに行かないと。ここまで、誰か何とかしてくれ。阻むことはできぬ。中へ。止まらぬ。されど奴を倒せるものなど。アダカスの入れ込みでは筒ヶ崎館の跡地、そこには抜け道がございます。なるほど、そこをついてやってくださるか、真田殿。裏手とはいえ、忠勝殿が備えをおろそかにしているとは思えません。無論である。故にこそ真田の根を釣り上げられる。姿を隠しているとなれば、見つけるのは容易ではない。忍者の道は蛇ってね。あっしにお任せある。燃えよ魂。行動に潜むのか。我らを封印するつもりだったのだな。皆の者、下がれ。味方が襲われてるの、助けに行かないと。敵は混乱しています。この木に押し包みましょう。敗北。燃えよ魂。
てくだされ。真田の小手柄か。ワイル、これが古今無双の武、相手にとって不足なし。これでは奇襲の意味がない。ありがとう、助かったわ。真田幸村、これにあり。見事な策という。は譲っておこう。解剖、これで終わり。確保。私たちは徳川本陣を目指します。吉政殿はなぜ動かぬのだ。真田の戦、ご覧あれ。手を噛まれたか。木曽殿が動かぬでは話にならぬ。真田殿、督促に向かってくれぬか。承知いたした。渡りに船だ。
の元へは断じて行かせる。殿は私たちが守ります。なぎ払う。いいの若備えにかけて。若備えは武田譲りの真田の軍法。遅れを取るわけには参りません。おやじつけ。頑張って。はい。燃えよ魂。行かぬのです。だが次こそは必ず。開門。急げ。このままでは総崩れとなりかねん。一旦引き、体勢を立て直すぞ。さすが家康。良い判断だ。さて、真田殿、よくやってくれた。これで我らは正真正銘の家族ぞ。恐れ入る。一層励んでまいります。徳川方は甲斐まで交代した模様です。もう一押しですね。これで武田の丘陵は全て北条のものに。そうはならん。え、父上、我らはこれより徳川に味方する。北条を攻めるぞ。父上、お待ちください。それは真田は実に厄介な相手よ。北条だけでも手強いものを。真田などに二度と遅れは取りません。必ずや撃退してみせます。侮るな。真田昌幸は並ならぬ武将だ。お言葉ですが、我らが最善を尽くせば。真田に動きあり。来るか。真田は北条方を攻める構え。どういうことだ。
雪村さん、良い品が入っております。ご武運を。いらっしゃい。いい商品が入ってますぜ。マイドリー、また来てください。良い武器は、良い品が入っております。ご武運を。いらっしゃい。いい商品が入ってますぜ。また来てください。良い武器は、良い品が入っております。良い出来です。良い出来です。ご武運を。忙しい忙しい。どうした？忙しい忙しい。はい。忙しい。ああ。
忙しい忙しい。わーい。雪村様。